どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私は東京羽田国際空港に来ております。で今日はですね JGC 修行の続きということで、今日も東京羽田からですねタイバンコクの方に行きます。で今回ね JAL で発券しておりまして、発券の仕方としては JFK から東京乗り継ぎのタイバンコクということで、今回ね東京バンコク路線ですね、皆さんねお連れしていきたいなと思います。で今回ねエコノミークラスっていう風になっておりますので、ひとまずねラウンジはティアットラウンジかプライオリティパスで入る ANA ラウンジ、まあどちらかっていう風になるわけなんですけども、ひとまずねラウンジの方でゆっくりしたいなと思います。まだねフライトまで5時間近くありますんで、ちょっとラウンジもねちょこちょこいろいろ回りつつ、楽しんでいきたいなと思います。ということで行きましょう。ということで今ね、桜ラウンジ、JAL の桜ラウンジの方にね、聞いてみたところ、やはりね、私はニューヨークから東京乗り継ぎでタイに行くんですけども、ニューヨーク間ですね、ニューヨークから東京間ですね、この区間がですねビジネスクラスで発券しておりますので、東京からタイに関してはエコノミーなんですけども、桜ラウンジね使えるということで回答いただきました。やはりね最初の区間がねビジネスとかだと、その後の区間ね同一発券してて同日乗り継ぎだと基本的に利用できるみたいなので、後でね桜ラウンジの方も最終的にはねそこで待機してようかなと思います。ひとまずねちょっと毎回恒例のプライオリティパス ANA ラウンジチャレンジいきたいと思います。私の予想今ね夜の7時多分入れないと思いますいやねできればねシャワールームをね ANA ラウンジで入りたいんですよね。はい、ちょっといろいろね使ってまいりましたけれども、一番ね綺麗で設備が整ってるのが ANA ラウンジっていう風になっておりますんで、できればね ANA ラウンジで利用させていただきたいという所存でございます。ということでちょっと遠いんですけど ANA ラウンジで反対の方に行きたいと思います。いや入れるかな、多分無理だと思うな、今のところね8時台9時台10時台全部断られてますんで、でもねこれは午前中なんですよ。ですんで今回ね夜ということで、もしかしたらもう飛行機がどんどんなくなってって使えるかもみたいなのがあるかもしれないですね。まあ、いずれにしてもねシャワールームはめちゃめちゃ待たされると思いますけども、設備がねしっかりしてますんで、できればそっちで利用したい所存でございます。ということでちょっとね ANA ラウンジまでとことか歩いていきたいと思います。いや思った以上にね今夜の7時ぐらいなんですけど人はいらっしゃいますね。いやいいですね、まあ、お店はね相変わらず閉まってる高級ショップとかありますけども、でも人はね間違いなく戻ってきておりますんで、どんどんあれするといいですね。ということでちょっと ANA ラウンジまで行きたいと思います。それはなんか入れるみたいなんですけど、残念ながらねプライオリティパスってQR コードとかカードを使うスレッドがあると思うんですけど、あれがね壊れちゃったみたいで今ね20分ぐらい待ってるけど入れないですね今ね5人から10人ぐらい並んでますね。はい、私が先頭で待っております。これ大変ですね。はい、あの端末が壊れちゃうと多分どうしようもないですよね。待つしかないですね。待ちましょう。ということでサラダみたいでまいりました。あとお茶、しみる、美味しいですね。ということで結局ね20分ぐらい待たされましたね。いやめちゃくちゃね受付の店員さんたちはパニックってましたね。はい、一回ログアウトしたのでパスワード入れてもログインできない問題が勃発したみたいで、私は全然いいんですけど10人ぐらい並んでたんでやばいですよねみんな入れなくてプライオリティパスの人は全員入れなかったんで、はい、ということでいただきます。もうやばいやばいぐらい野菜不足なんで、たくさん野菜食べて搭乗を迎えたいと思います。シャワーはですね220分待ちだったので4時間待ち、もしかしたら利用できないかもしれない220分って3時間で180分ですよね。3時間で10時間、あ、多分できますね。はい、ギリギリぐらい。まあでもひとまずねシャワー利用できるまでちょっとここで、ね、ゆっくり仕事しつつ搭乗を迎えたいと思います。
へえ、こんな感じでできるんですね。シャワールームの予約もここでできるんですね。知らなかったです多分これ最近始まったと思うんですけどね。へえ、こんな感じで利用できるんですね。いいですね、食事のオーダー。へえ、もうちょっと画面出しておきますけれども、うどんもそばも全部ここで注文できるんですね。あとカレーもできるんだ。いや、いいですね、うん、これあの向こう側に、ね、食事台がありまして、そこでまあ直接注文することもできるんですけど、こんな感じでできるんですね。はい、これはいいですね。それでは時刻はですね9時55分、まあ10時ですね、なりました。やっとね、シャワーの方が呼ばれまして、シャワー入っていきたいと思います。いやね、待った甲斐がありましたね。やはり ANA ラウンジのこの設備ですね、ドライヤーもそうですけども、この扇風機もそうですね、あと設置整頓ともね置いてありまして、あとねアメニティとかもねしっかり置いてあるということで、いや非常にありがたいですね。はい、スリッパ等々もありますんで、おそらくね羽田国際線のラウンジの中で多分ね ANA ラウンジがね一番入りやすくて、あの利用しやすい部類でね、はい、充実してるシャワーブースじゃないのかなと思います。もう前回ね JAL のねファーストクラス乗った時も、利用いたしましたけども、こういった設備はね、JAL の方は、まあ、してないっていう感じなんですよね。ということで、シャワー浴びてね、ゆっくりしたいと思います。やっぱりね、設備がしっかりしてるのはね、ありがたいですよね。ということで、入っていきましょう。ということで、シャワー上がりました。いやね、本当にこの ANA ラウンジね、めちゃくちゃいいですね。うん。わざわざね、待った甲斐がありました。あれなんですよね、まあ普通に考えると、まあシャワーなんてね、どこでも浴びても一緒じゃないかっていうね、まあちょっと意見が聞こえてきそうですけども、このシャワー浴びた後にですね、やっぱりこのシャワーブースが、熱気でね、熱くなって、結局ね、シャワー浴びたのに熱いみたいな。で、結局汗かいちゃうみたいな。結構あるあるなんですよね。この ANA ラウンジに関してはね、このダイソンのドライヤーもそうですけども、これあったかいのと冷たいのね、すごい強い風でね出してくれたりとか、またねここにサーキュレーターねありますんで、これの力強めればね、まあ、扇風機みたいな感じで浴びることもできますんで、非常に気持ちよくね利用することができるんですよね。これは本当にね、今回プラシティパスでねお邪魔させていただいておりますけども、これがね利用できるっていうのは本当に ANA クオリティだなって個人的にはね非常に思います。はい、ということでね、乾燥もねひどくなってきておりますんで、乳液つけてラウンジ戻って、最後にね、モバイルウォーターがねできるようになっておりましたんで、喫煙ルームでも多分でね、ちょっとね、JAL のね、桜ラウンジね移動して登場ね迎えたいなと思います。では注文していきましょう。これを読んで、まあ、先ほども、ね、軽くやりましたけどね、はい、シャワールームの予約もこれでできます。で、食事オーダーですね。今回豚骨ラーメンにしましょうかね。まずきつねそば、きつねそばでもいいな、きつねそばにしましょうか。はい、きつねそばにします。はい、で、オーダー確認。はい、あ、これであれですね、電話番号を入れると、はい、あ、これで SMS で呼び出しが来るみたいですね。おお、すごいこんな感じで利用できるんだ。で、SMS には、あ、食事のオーダーを受け付けましたっていうのが、ね、ありますね。SMS で呼び出しがありましたら、ヌードルバーに来てくださいということで、これを見てればね、OK ということですね。はい、そんなにね、多分今ね、お客さんそんなにいらっしゃらないんで、多分すぐね、来るんじゃないかなと思います。では、待ちましょう。ということで、きつねそばをいただきました。あとお茶ですね。はい、ということで、いただきましょう。いや、やっぱり ANA ラウンジね、食べれるのはこれがいいですよね。いただきます。しみますね。もちろんね、簡単に言ってもいいんですけども、まあ、モバイルオーダーでね、利用できるんだったら、これ、利用した方がね、楽ですね。うん。わざわざ言いに行かないでね、いいですしね。うん。で、SMS で呼び出されたら取りに行くだけなんで、非常に便利ですね。来てちょっとしたぐらいはね、非常に混雑してましたけども、やはりね、もう、
20時、もう10時半過ぎましたので、かなりね利用されてる方も減ってきましたね。ということで、あとゆっくりいただいて、この後はね JAL の桜ラウンジで、まあ残り30分ぐらいになるかと思いますけども、そちらに過ごして搭乗ね待ちたいと思います。ではまたゆっくりいただきます。ということで、桜ランチに入ってまいりました。はい、ということで、せっかくなんでビーフカレーいただいちゃいましょうか。あと1時間半ぐらいで搭乗なんですけども、せっかくなんでね、もうしばらく食べれないと思うと食べといた方がいいのかなと思います。ということで、もらっていきましょう。ということで、いただいてまいりましたビーフカレーでございます。いや、この東京からバンコク路線はエコノミークラスなんですけども、はい、入れていただいて本当にありがたいですね。はい、覚えておいてください。まあ、あんまりニューヨーク発見でバンコク行く人いないと思いますけど、まあ、一応ねこういった対応をいただけるということで利用することができます。ということで、お茶です。あやたか。ではいただきましょう。いや、このビーフカレー本当にめちゃくちゃ美味しいんだね。なんかここに来たら食べなきゃいけないだろうみたいな気がしちゃいますね。間違いない、めちゃくちゃうまいですね。ということで、あとね搭乗まで1時間ちょっとぐらいなんで、まあここでねゆっくりしつつ搭乗ね迎えたいなと思います。めちゃくちゃうまいですね。次いつ利用できるんだろうな、ちょっと寂しいですね。ということで、あとはゆっくりいただきたいと思います。ということで、時刻はね、23時49分ということで、あとね、15分ぐらいで、あと30分ぐらいか、で、搭乗開始ということで、搭乗いたします。でですね、今回ね、この東京からバンコク路線に関しては、エコノミークラスを抑えておりました。で、一応ね、この東京からバンコクで JGCC はね、完了ということで、一応ね、ラストフライトなんですよね。ということなんで、ちょっとね、奮発させていただきまして、なんと、ビジネスクラスにアップグレードさせていただきました。ということで、ビジネスクラスにですね、空きがあるということで受付の方にね、教えていただきまして、デリーからね、東京を乗り継いでニューヨークから、まあこちら羽田に戻ってきたわけなんですけども、まあ、この全旅程でですね、あのフライオンポイントも溜まっておりますし、一緒にねマイルも溜まってたんですよね。ですので今回ね2番マイルを使って、この東京バンコク路線ねビジネスクラスにアップグレードさせていただきました。ということなんで、今回ね、ビジネスクラスで利用させていただきます。ということなんで、なんか修行なのか修行じゃないのかよくわかんない感じになってしまいましたけども、まあ一応ねこの東京からバンコク路線ビジネスクラスで行きたいと思います。いやー、ちょっとね、今ね何万マイルだろうな、もう5万マイル近くね、溜まっておりましたんで、まあ、ちょうどいいかなと思ってバンと使っちゃいました。ということで、あとね、30分ぐらいですね、はい、ここら辺で、ゆっくりしつつ搭乗ね迎えたいなと思います。ということで、時間になりましたので搭乗ゲートの方に向かいましょう。ちょっとね桜ラウンジがねクーラーガンガンでちょっと寒かったんで、ウルトラライトダウン着ております。いやー、桜ラウンジもめちゃくちゃいいですね。はい、こういうのを経験してると、いろんなラウンジね、行きたくなって、デルタスカイクラブのねラウンジも、はい、オープンしましたし、ちょっと利用してみたいですね。ということでゲートに行きましょう。まあもうね12時ちょっと、もう12時過ぎましたね。はい、ということなんで空港もこんな感じです。まあほとんど人はいないですよね。これからね発着する便を利用する方限定になりますんで、はい、ほとんどのお店も閉まってますね。多分昔だったら多分この時間もやってたんだと思いますけども、今はねこんな感じです。非常に閑散としております。静かですね。はい、こういう飲食店もねほとんど閉まっておりますね。だから逆にラウンジとかはね利用できる方じゃないと、あれですね、食べるところもちょっと困っちゃうかもしれないですね。ということで、私はね112番ゲートだったと思いますんで、もうしばらく歩いていきたいと思います。残念ながらこういうね、あの免税店っぽいねお店もオールクローズですね。はい、もう深夜過ぎてますんでね、まあしょうがないですね。はい、なんかいつでもやってるイメージでしたけど、そうでもないんですね。両替所だけですね、やってるのは。それ以外は全部閉まってますね。ということでゲート着きました。
0時35分発 JL33 便です。まだね搭乗開始しておりませんので、ここら辺で待ちたいと思います。それでは無事ね搭乗いたしました。今回ね、ボーイング787ですね。前回乗った座席と一緒かな、多分一緒ですかね。ちょっとね前回は、一番前の座席だったんでね、ちょっとね雰囲気違うと思うんですけども、はい、多分座席自体は同じだと思いますね。はい、ということで約4時間半のフライトね楽しんでいきたいなと思います。いや事前にねアップグレードできて非常に良かったですね。はい、ということで楽しんでいきましょう。で、今回はね、8H という座席ですので、モニターがこんな感じでついております。で足元はこんな感じですね。スリッパが右の方にねセットされておりまして、まあこんな感じですね。でフルフラットにはならないんですけども、まあだいたいフルフラットにはなるみたいな、まあ、そんな座席になっておりますね。はい、ということでかなりねゆったり過ごせると思います。はい、こんな感じになっております。まあこっち側はこんな感じですね。はい、まあ座席倒すとね結構まっすぐになった覚えがありますので、多分ねデリーから東京行った路線と同じだと思いますね。はい、という感じになります。いや今回のこの座席なんですけども、本当にギリギリでねアップグレードしてビジネスクラスにアップグレードした感じなんですよね。ですので元々はエコノミークラスで、でエコノミークラスでもねバルクヘッド席にあの隣が空いてる座席があったんですけども、ちょっとねそこを移動させていただこうと思ったんですけども、そこはね事前にお金を払わないと、まあ、ダメみたいなね、まあ、そんな座席になっておりまして、あのビジネスを指定したとしてもそこはちょっと指定することができないっていう話だったんですよね。まあ、そこでもねいいかなと思ったんですけども、まあ、じゃあできないということで、じゃあビジネスでということで、まあ、ビジネスがね、まあ、1席2席空いてたということで、まあ、こちらにね、アップグレードしていただいた感じですね。まあ、今回2万マイルで、アップグレードできたんで、まあ、4時間半のフライトねかなり快適に過ごせれるのではないのかなと思います。まあ、おそらくね食事が多分1回か2回出ると思うんですけども、まあ、そちらもねお持ちできればなと思うんですけども、ちょっとねあの通路側の座席っていう風になっておりますんで、残念ながらねあの外の景色はねお見せすることはできませんけども、その点はねご了承ください。今ね搭乗したばっかりですんで、もうしばらくね飛行機動くまで待ちたいと思います。ということでこちらはですね深夜便で、またね4時間半しかねフライト時間がないので、こういったね紙がね座席の方に置いてあります。私は 8H の座席で、到着の2時間前に、朝食を用意しますということで、まあ、その時に起こしてほしいか起こしてほしくないか、あと希望の食事があるかどうかっていうのですね、はい、チェックして果たしてくださいという感じですね。まあ、こういうのがね事前に教えていただけるのはね非常にありがたいですね。それではね、機内食のメニューですね。ちゃんとね、ビジネスクラスということで、シャンパンはロゼいただけます。それ以外は多分、前回のニューヨーク路線と一緒ですかね。まあ、白ワイン、赤ワイン、日本のワイン、ウイスキー、多分、山崎とかもいただけると思います。で、メニューですね。はい、うどんですか、そばですか、ちゃんぽん、ちゃんぽんですかもあるんだ。いいですね。はい、で和食はこんな感じですね。まあ、ここら辺を頼むか、まあ、洋食か、まあ、これはお好みっていう感じですね。これより機内の照明を暗くさせていただきます。アクションタイムスイッチはご利用ください。
するほど行きました。約4時間半ぐらいのサイトですね。試していきたいと思います。ということでトイレに参りました。はい、アメニティはモンダミンと歯ブラシと乳液等々置いてありますね。はい、この飛行機は白と統一されておりますね。また飛行機によってあるんですかね。はい、ここにおむつ替えがあってお手洗いがあってポシェットもついております。いや、もう深夜便ということで飲み物のサービスはあるみたいなんですけども、なんだっけ、機内食のサービスはね、到着前だけということですので、歯磨きをしてね、私も休める体制に入りたいと思います。ということで座席を倒して、今ねフルフラット状態ではないんですけども、ベッドを倒している状態ですね。で今はねもう深夜便ということで、ドリンクサービスのみ行っているということで、まあ、飲み物欲しい方だけですね、飲み物がいただけるという感じになっております。ということで私もね飲み物をいただいて休みたいなと思います。ということで今日のところは寝ましょうかね。一応座席の感じとしてはこれがねマックスで倒した状態ですね。かなりもうほぼほぼフルフラットと言ってもいいぐらいですかね。ちょっと斜めっていうぐらいで特に、ね、違和感も感じないぐらいになっております。はい、という感じですね。まあ、横のスペースもね結構ありますので特にね不自由することはないと思います。まあ、一応ね222の座席なんで通路側私はね利用させていただいていますけども、窓側を利用すると、まあ、ちょっとねアクセスしづらいっていう部分はありますっていう感じですかね。で横になってね、足元を見るとこんな感じになっております。まあ十分ですかね。反対側のところに足が届くかどうかとか、まあ、そういった感じですね。靴感は感じないですね。はい、っていう感じです。ここにね安全しおりとかねそういったものが入っておりまして、ここは一応シートポケットみたいになっております。で一応ここはねモニターになっているという感じです。こんなところでしょうかね。はい、今日のところはねもうお休みモードになっておりますので私もね休みたいと思います。ということでね今ね出発してからね2時間ぐらい経ったところなんですけど、歯磨きもして、ね、寝る気満々だったんですけどちょっとね目が冴えてしまったのでちょっとね酒をいただきました。本日のねウイスキーは山崎ではなく白水ということでコーラ割りでいただいております。いいですね。はい、ちょっとね寝れそうもないんでしばらくねなんか映画でも見つつ仕事しつつちょっと過ごしたいなと。いやね、さっきまでめちゃくちゃ眠くて離陸の時とかねちょっと軽く寝てたんですけど、なんかそれがあれみたいで、ね、ちょっと眠気がね飛んでしまいましたね。ということでちょっとねしばらくお酒でも飲みながら、ね、ゆっくり過ごしたいと思います。ということで、まあ、食べちゃいけないと分かってるんですけども、ちゃんぽんですかね、飲んじゃいました。深夜2時半に食べるカップラーメン良くないと分かってるんですけどめちゃくちゃうまいんですよね。はい、ということでちょっとね暗いんでうまく映ってるか分かんないですけどちゃんぽんですかね、いただきます。でも歯磨きして寝る準備整ってたんですけどこれは水分ついたらもうダメですよね。ちょうどいいサイズがまたいいですよね。ではいただきます。
れたんで、めちゃくちゃ美味しいです。あとはね、ひっくり返って、着陸に向かいたいと思います。リンゴジュース。ということで無事ね、タイバンコクスワンナプーム国際空港に到着いたしました。現地間で今5時11分ということでかなり眠いですということで、皆さんね、お付き合いありがとうございました。今回のフライトで、計算が合っていればフライオンポイントで、ね、5万ポイント達成ということで、これで JGCC をね、無事完了っていった形になります。いや、今回ね、デリー発見の東京乗り継ぎのニューヨークで、ニューヨーク発見の東京乗り継ぎのここバンコクということで、非常に、ね、シンプルに JAL JGCC を、ね、完了っていった形になりました。いや、非常に、ね、楽しかったですね。ですけどちょっと昨日このフライトね、寝つけなくて、ちょっと今体力的には、ね、フラフラでございます。ということで本当に、ね、皆さんご視聴いただいてありがとうございました。ということで今回の動画は、ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この後8万フライオンポイントを目指すかどうかっていうのは、今後また考えていきたいなと思っておりますので、ちょっとね、今考え中ですけども、どうしようかなっていうところですね。ちょっとワンウェイ目欲しいところもあるんですけども、今検討中でございます。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ということで、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。